爽やかな道を。子供の頃から何度も聞いた英雄譚だとリズが微笑みながら君に告げる。君はそこで慎重に地図を確認しながら、リズは幻獣が飛び去っていった方角を洗って、幻獣によって負わされた傷はまだ完全には癒えていないのだろう。足にしかしリズ自身はそれを感じさせない。いつもと変わらぬ今、君の部隊がいる地点は領地からまだそっ、リズが進むべき方向を指し示しながら促すように君を見つめて、せせらぎの音が耳に優しく届く。進む道の先に開けた場所があるようだ。池のほとりに腰を下ろし、つかの間の休息を取る。隣に腰を下ろしたリズは、夜空と見まがうほどの巨体を持つ。その幻獣の名はアポカリプス。目視を文献をたどるも、実際にアポカリプスが出現したという記録を見つけることは、文献を探るのを諦め、君は休息を取っている。君に水を差し出すも、
少しでも君の体の疲れを癒せる場所はない。君は改めて背負っているものの大きさを感じ、リズ、繊維、背負ったものの大きさに突き動かされるように、君は再び大地を踏みしめる。周囲に生えた木々が時折日差しを遮っている。えいや、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 差し出すがよ。地図によれば、草原の先には巨大なも、その地にふさわしく木の力を宿した敵が多く出現する。木を飲み込むのは火である。この先の森では火の力。そして君たちはいよいよ森の入り口へとたどり、
任せ。って、ちょっとなんで逃げるの。帝国領内に広大な根を広げるシュダークの森は大陸有数の面積を、乱暴なことしたらダメなんだから。森の内部に足を踏み入れる。今は神秘的なほどの静けさを保っているが、凶暴な動物キーには無数の爪痕のようなものがある。モンスターたち突然静けさを破り、木々のうなり声のような風の音が響く。しかし君は風など吹いていないことに気づく。音の方向を見ると一人の少女が立っている。少女、風の音などではない。沈黙を破ったのは牙をむき出しにして君たちを威嚇するその姿。不意に少女が口笛を吹くと周囲に無数の気配が出現した。少女が手を挙げて合図を送る。木々の間から